こんにちは、花屋龍馬さん、速稼塾の久保です。今回は成功の概念ということで課題を出してみたんですけども、いや非常に難しいと思うんですよ。で、私が考えてるね、成功の概念っていうのももう時々刻々変わるものがあります。それはですね、例えて言えばこの山登りをしている途中には向こうの景色が見えないんですよね。だから山を登ることが目標になるんですけども、山を登って目標達成したら成功なんだけども、その頂上まで登ってみたらね、さらに高い山の麓だったってことが分かるだけかもしれないんですよ。もしかしたらそこが世界一高い山で、あとは降りるしかないっていうことになるかもしれませんけども、登ってる最中にはね、なかなか見えないものなんですよ。だからとりあえず目の前にある課題を一生懸命こなしていくってことだと思います。去年の今頃、花屋龍馬さんは雇われではなくて自分でフリーランスでやる道っていうのが一つの成功だったと思います。まあ、ですので、そう考えたらね、今一定の成功を収めてるんですよ。でも次の成功がちょっと見えにくいかなっていうところがあると思いますから、当面はですね、自分のところに集まってくれた、自分を信頼してくれた、まあ、弟子といいますかね、そういった方を成功させることが成功だと、花屋龍馬さんの成功だと思えばいいんじゃないかなと思いますよね。で、私の育ってきた時代っていうのは、花屋龍馬さんのお母さんとかね、そのお父さんとかの世代だと思いますけども、まさにその通りで、私たちにとってみたら成功の概念ってはっきりしてたんですよ。それは、大学を出てね、いい会社に勤めて、そこで出世する、それをその出世を軸に家族を養って結婚して子供は2人、年に1回か2回海外旅行、そんな感じの成功モデルがあって、定年退職をしたら第二の人生だよみたいなのがね、もうちゃんとテンプレートだったんですよ。ですから私もまともにそれを信じて、みんなと一緒に勉強して受験戦争を勝ち抜いて、で勝った人がその成功モデルを手にできると思ってたんですよね。ところがですね、時代は変わりました。高度経済成長バブルの崩壊を通じてですね、超奨学金ってものに私たちは直面したんですよ。これが21から22の時です。もう、ね、就職先がないんですよ。本当にびっくりしたことに、今と同じ状況か、もしかしたら今より厳しかったかもしれません。なぜなら情報デバイスがなかったんですよ。だから私たちはね、情報を集めるのに本か、もしくはね、先生の話を聞くぐらいしかなかったんですよ。ということはですよ、先生の情報量が少なければ私たちの進路も狭まるってことなんですよ。先生が勘違いをしていたら、勘違いを私たちは信じてしまうってことなんで、非常にね、教員に疑問を持った時代でもありました。今は先生に聞くよりも検索をすることができますんで、その分有利な部分があるかもしれませんけども、他のライバルも検索するんで、相対的なスピードは変わんないんですよね。ですんで、昔も今も厳しいのかもしれません。その中で今の若者が、もしね、私から見て若者って言い方はね、申し訳ないんですけども、今の20代の方たち、30代の方がね、将来に希望が持てないとか、目標が明確にならないっていうのは何でかっていうと、私たちの責任もあるんですよ。私たち40代50代が決まりきった成功モデルをパシッと見せてればね、あの人になりたい、こういう風になりたいっていう風に分かりやすいと思うんですよ。私たちの時代はそれがありました。不動産王になりたいとかね、大会社の社長になりたいってあったんですけど、今はね、大会社の社長でも負債を抱えて首くくる時代ですよ、ね、それでリストラをして憎まれる時代ですよ。だからとても成功モデルとは言えないんですよね。それよりも一人で稼ぐのが成功モデルなのかなと思った時に、私は転換ができましたけど、ほとんどの方はサラリーマンで出世の階段を上っていて、会社の中でものすごく優秀なエリートになっていたわけなんですよ。でも会社の外に一歩出ると、人脈もないし、看板もないし、自分でビジネスをすることもできないっていうね、社会では通用できない人間の出来上がりっていうのが今の悲惨な40代50代の姿です。先日も大手会社でリストラの案がね、だいぶ出されました。皆さんもね、耳に届いてると思いますけども、この方たちって会社の中では優秀なんですよ。会社の外に一歩出ると誰か分かんない人なんですよ。何のスキルも通用しない、商品すら作れない、集客する力もないんですよ。途方に暮れますよね。これが50歳ぐらいで住宅ローンもあって幸せな家庭がある、その中で一気に全てがはしごを外されると、幸せな家庭を手放すかもしれない、会社は当然ない、新しいビジネスにも取り組めない、どうするんですかって話なんですよ。それこそ絶望して死んでしまうような50代も量産されるんですよ。やる気を失ってニードになってしまう、これもあるんですよ。もっとひどい例かもしれませんけども、私と同じ時期に就職し損ねた人ってのは、生涯一回も正社員にならないまんま、企業に採用されないまんま、この年を迎えている可能性もあるんですよ。そうするとですね、60歳まであと10年しかないんですよね。こんな絶望を暮らしてるんですよ。この絶望を見た20代30代は将来に夢なんてね、持てないと思うんですよ。これはだから私たちの責任でもあるし、私たちをまあね、指導するべき政権のせいでもあると思うんですよ。そして政権を選んだのは私たちなんですよね。だからどこまで行っても自己責任と言われたら
そうかもしれないなって言って、まさにね、出口がなくなっちゃう状態なんですよね。で、今20代30代の方に成功の概念っていうふうに私がお伝えしたのは、私は成功の概念を10年後に設定してるんですよ、いつも。ですんで今私48歳でこの隠居という立場を手にしてるってことは、38歳の時に計画して10年後にはこうなろうと思って10年かけてそうなろうとしてるんですよね。これは与沢翼さんの考え方とも同じなんですけども、私はね、10年かければどんな人間にもなれると思ってるんですよ。ですんで私は今ね、58歳をどういうふうに58歳の久保哲郎になろうかと思って、日々トレーニングをしたり、頭を鍛えたり、お金を貯めたり、家族に愛情を向けたり、地域と暮らしたりとかしてます。ですんで今日の1日ってのは10年後の3650日後のね、私の部品なんですよ。3650日かけてこのパーツを組み合わせて、10年後には私の理想とする58歳、いいおじいちゃんを目指そうと思ってますよね。はい、前置きが長くなりました。私はね、10代の頃はね、何でも暴力とか迫力で解決できると思ってました。本当にね、あの花屋のもさんがね、笑っちゃうぐらいどうしようもない人間でしたね。結局言論でね、勝てなかったらパンチやキックで勝とうとしていたわけなんですよ。まあ、ですんでね、喧嘩ばかりしてましたね。でも社会に出るとそれが傷害罪という重大な罪に問われて、殴った方が負けるというね、法則があったということでね、二十歳を過ぎてからあんまりカットすることもね、手を出すこともなくなっちゃったんですけども、そうは言っても30代の頃はね、たまに手を出して失敗することがありました。でも手を出すってことは、自分の思考がもう限界に来てるから暴力という原始的な手段、解決方法に訴えたんだというふうに、やっぱり学習を通じて感じて、だから心が整ってきたんでしょうね。全てはもう暴力腕力の時代ではないと、知性の時代であり愛情の時代だなと思ったんで、常に自分の肯定感を抑えてね、他者の肯定感を優先して、それに興味を持つようにしていったんですよ。まあそういう意味で今の私がだんだんできていって、おかげさまでその人のことを考える、人の困ったを解決する、人が何をしたら喜ぶかなってことを常に考えていくと、それはそのままビジネスなんですよね。それは花屋龍馬さんも十分できてるんで、私は花屋龍馬さんにものすごく魅力を感じるのは、私よりも20年も前にね、それに気づいてるってことなんですよ。すごいなと思います。いや30年前か、いやもうかなわないですね、この辺は。ですんでね、私はね、花嫁さんにね、永遠にかなわないようなね、そんな気持ちを持ってますね。で、ここで成功の概念ちょっと戻りますけども、花嫁さんは今のまま暗中模索で行くのがその時期だと思うんですよ。ただ私から見ると、花嫁さんはもうすでにね、成功を何個か積み重ねているんですよね。メンバーシップをやったりとかね、ノートをやったりとか、そこでも一定のファンを作っている。これはね、小さな成功なんですよ。小さな成功ですけども、これからの大きな成功をつかむ上での3650日分の1個なんですよ。だからこれを一つ一つね、感謝して大切に育てて、双葉にして三つ葉にして花を咲かせてもらいたいと思いますし、その花から種を取り出して、その種をさらに広げてね、一輪の花から大輪のね、この花園を作ってもらいたいと思います。それができる方だと思いますんでね、もしかしたら花嫁さんはそういう形でね、多くの人を導いていける人になるんではないかなと私は見込んでるんですよ。まあそうなった頃にはね、私なんてのはもう忘れられた存在になってね、そんな人いましたっけみたいな感じでね、素通りされるとは思うんですけども、今だけでも強く意識していただいていることには本当にね、感謝したいと思います。ありがとうございます。それでね、今回は成功の条件ということで、ちょっと難しかったと思います。まだ見つからなくても結構です。ぶつかりながら暗闇を好奇心だけで突っ走ってもらいたいと思います。そのうちに必ずね、俺ってこれかもしれないなって見つかるかもしれませんし、無鉄砲でもいいから10年後の自分はこうなるっていうふうに適当に構えてもらいたいんですよ、目標設定を。で、それは目標設定は歩いてる途中に変更でもいいじゃないですか。まあそれをね、当面の、成功の条件の要素にしていただきたいかなと思います。はっきり分かんなくていいんですよ。例えばね、お母さんにこうなんですかね、温泉旅行をね、連れていくとかでもいいじゃないですか。それを自分の当面の成功とするとかね。で、温泉旅行先でもちゃんとライブ配信すればいいと思うんですよ。できると思いますから。YouTube はどこでもできますからね。だからそういうふうに、わかんないです。私なんて常にね、親孝行っていうと温泉旅行が思い浮かんじゃうんですけども、あとはね、視聴者さんに会いに行くっていうのもいいと思いますよ。花屋龍馬さん、私はね、2018年、2019年、自分の YouTube の視聴者さん、500人以上に日本全国47都道府県、海外2カ所に会いに行きました。実際に。何人も20人とか30人が集まっていただいて、県内の方が47都道府県に行きました。金もかなりかかりましたけども、でも私のその時の成功の概念は、私を見てる人に会いに行きたいってことなんですよ。 YouTube って見られてるのは分かりますけども、誰が見てるのか全く分かんないですよね。だから私はね、すごく視聴者さんに恩も感じてるし、感謝もしてるんですよ。そういうことでね、私がずっと
自分の塾生さん限らず視聴者に会いに行く旅をしてました。まあ2020年なんてそれができなくなっちゃったんですけどね。まあそういった形で花井龍馬さんなりのレールをまあ仮設定してね、それに向かってみたら何か新しい化学反応が起きて、あ、自分の向かう方向はこれだったなってことが見つかるかもしれませんよね。そういう形でね、手探りでもいいんで、今は進んでいってほしいなと思います。ですからこのままね、花井龍馬さん、そのまま思うがままに行ってください。必ず見つかりますんでね。そのためにお役に立てればと思っております。じゃあ今回の課題なんですけども、目標月収100万ってよく言いますよね、目標月収。でもね、私から言わせると、月収100万はフリーランスになったらスタートラインなんですよ。いや、あのね、まあ何ですか、障害賃金とか考えたら、サラリーマンで勤めてると月収が30万って平凡なように感じますけども、社会保障やその他のことを考えるとね、やっぱり月収100万を稼いでるパフォーマンスなんですよ。サラリーマンさんで手取り30万はだいたい自分の持っている、もらっている給料の3倍コストがかかって会社は1人の人を運営してますからね。と考えると、フリーランスになったら月収100万がサラリーマンの30万とイコールなんですよ。これはね、振り返ってみても同じです。私だから最初にフリーランスになって、最初の月収が85万だった時を除いて月収100万を切ったことがないんですよ。それは自慢でもなくて、最低そのくらいじゃないとフリーランスになって意味がないんですよね。100万っていうのは当たり前で、汗をかくようなレベルじゃないんですよね。そういうふうに私は思ってるんですよ。未だにそう思ってます。まあ、ですんで、200万とか300万の間をうろうろするのは、フリーランスとしては中堅どころかなっていうふうに考えてますよね。もちろん当面の生活はそれで苦労しませんし、その上で余剰資金で投資がうまくいくと、その投資の運用益が時間を経つに従ってもっと大きな富をもたらしてくれるっていう安心感ありますけどね。まあ、そういった形でね、今回花井龍馬さんにお問い合わせしたいのは、成功の概念とは全く逆で、こうなったら失敗なんじゃないかな、もしくは失敗なんてないんじゃないかな、この辺についてね、失敗についてちょっとお答えいただければと思います。まあ、私の回答を先に申し上げますと失敗っていうのは停止した時だと思うんですよね。それまではどんなに大怪我をしても、どんなにお金を失っても、どんなに人脈を壊してしまってもプロセスに過ぎないと思います。そこからどんなものをつかみ取るかによって、失敗と言われるその前の状態以上になることが人はできると思うんですよね。まあ、ですんでね、事業で失敗して3000万の借金を抱えました。でも次のアクションでその失敗から学んだことによって、二度と同じよう失敗しないようにして、もしくはその失敗をした人の手助けをすることもできる新しいスキルが手に入ったことによって、3000万の負債がですね、プラスの3000万になっちゃうってこともあるんですよ。私が考えるのは、マイナスの3000万はプラスの3000万と同じこのポテンシャルを持ってると思うんですよね、可能性を。まあ、ですんで、マイナスで大きくへこんだってことは、それだけの伸びしろがあるというふうに、ね、転換していただいて、やっぱ絶対値で考えるってことなんですよね、きっと。で、結論ね、失敗っていうのは停止したとき、マイナスになってそこでやめたと思ったときには死亡なんですよ。そこで終わりです。でも、うわ、3000万やっちゃった、失敗した、よし、じゃあマイナスの3000万をプラスに転換してみようかなっていうふうに考えることによって、本当にプラスの3000万になりますし、そうなるとね、マイナス3000万で悩んでる人、マイナス2000万で悩んでる人、マイナス10万で悩んでる人、全部抱えていけるんですよ。任しとけってなるんですよ。まあ、ですんで、怖いものなしになりますよね。私の知ってる方にね、山口会長というおかめの方がいるんですけども、これ北区に住んでるんですけどね、この方は20億の負債を抱えました。私と一緒にビジネスをやってる時に20億の負債です。でも2人してね、たった2人で頑張って11億を返済しました。これがね、すごいなと思いますよね。その山口会長のへこたれない精神ですね、20億借金を抱えていて、200万300万の借金で自殺してしまう人をね、その方はね、よく見てきたんですよ。だから山口会長が言うのは、だったらわし何回死なねえいけんのみたいな感じでね、ケロッとしてるんですよね。だから借金っていうのはバーチャルな情報でしかないんで、気にするかしないかだけだと思うんですよ。山口会長からはそういうふうな借金に対する強さを学んだかなと思います。私も3000万以上の借金を抱えましたけども、山口会長がそばにいるおかげでね、自分の借金なんてね、平気の平座だと思いましたね。そして3000万の借金に対して山口会長に、困った時は20億の借金をね、どういうふうに跳ねのけていくのかとかね、そういうものを学べるなと思ったんで、まあ直接ものを聞いたことはないんですけどもね、私自分の借金があることをずっと隠してましたんで。でも20億の借金をどうやって返すかは学ばせていただきましたね。少なくとも私の目の前で私と一緒にですね、11億の借金を返してますんで、もう9億円になってますよ、残りね。なんかね、5年か6年ぐらいでね、7、8億返してるんですよ。で、どうやって返したかも私学びましたんで、それを自分の講義でお話しすることは結構あります。まあ、ですんでね、500万1000万の借金とかで萎えてる方は、まあ私はね、全然面倒見れると思います、そのぐらいは。あとは本人が本当に返したいかどうかだけなんですよ。いろんな事情でできませんという人いますけどね。まあそういった形で、私は今回ね、花井龍馬さんに
失敗って何なのかなについて話していただこうかと思います。それではよろしくお願いします。